はい、でピーターちゃんとレシピ聞いたお母さんのお袋の味だよ。結構ねすぐ帰ってきたんだよ。何作ったの、何だろうね、わかんない。何でしょう、何でしょう。母ちゃんはだから中国人、ね、はい、中国人だからもう完全に文化が違うって感じだよね。まあ確かに確かに違う、皆さんとは違います。完全に違う違う。ハンバーグとかドリアとか、うん、おでんとかミートローフじゃないじゃないね。中華、全く違う、中華だよね。中華、やっぱ中華じゃない、うん、中華だね。おでんとか食卓に出てきたことない。いや絶対違う。天津飯じゃない。天津飯は多分日本のなんかあれだと思う。サンラータンでしょ。サンラータン、サンラータンっぽいけど違う。え、ぽいとかあんの。そんなにサンラータン出てこないんだ。サンラータン、サンラータン出てきたことない。結構な頻度で出てくるよ、サンラータン一日。マジ結構な頻度だ。ちょっとね、え、聞かせて答えは、うん、答え聞いといた方がいいか。え、ボイスメモみたいな。ボイスメモ、ボイスメモ、あの、もうみんな WeChat でボイスメメッセージ出たもうそっから次へ。そうなんだよな。もうね、文章で打つのめんどいんだよね。もうめんどいの。そう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 。なるほどね。一旦聞いてみる。一旦聞いてみるわ、じゃあ。とりあえず、でかいボリュームで何か言わずに、何か言わずに聞いてみたい。レシピを教えてくれる。レシピ、うん、分かるかもしれない。タンタンで一回話したことあるから俺。ああ、そっか。そう。いいの、先生ピー。おい、分かるか。ピーなぁ。有点后面吧。おい、わかるか。え、来る。かき混ぜ、就是こう。おお。かき混ぜる。かき混ぜ。日本語混じる。我都是適当に、不是。適当。老做，所以从来不量这个量。就是说，面呢揉出来以后揉得很光滑，就那个软硬的程度呢，就是那个咪咪塔布古来，咪咪塔布古来，咪咪塔布古来就可以了。就是你把那面和水就揉得很光了。まだ煮込めなかったタブの。え？再稍微醒一醒。まあよこっからだから。そうだね。就是寝かせる。煮込めだね。寝かせる、寝かせるね。寝かせる。今寝かせるね。テレビ1個目終わりました。いやいや、ちょっと待って。もう残りの4出てた、出てた。もう分かる、日本語だったら何か作る。いやー、まあ分かんない、まだここだった。分かんないぐらいだけだったら分かんないかもしれない、日本語だったら。まずはっていうところ、準備から。そうそうそう、寝かせるねって言ってた。寝かせるね、うん、耳たぶって言ってた。耳たぶぐらい寝かせるね。耳たぶぐらい、耳たぶぐらい何寝かせんねん。ワンタン、おお、ワンタンスープ。近い近い、分かった。あれじゃね、餃子だ。あ、餃子です。水餃子か。あー、さ、水餃子だ。餃子でした。水餃子か。何寝かせんの。まずは皮からねっていう話。あー、皮から作ってんだ。皮から作るのか。へーの、そう、寝かせるって、耳たぶぐらいの硬さにするっていう。耳たぶぐらいの硬さ。硬いんだ。ものすごい表現方法。っていうことでした。うわ、はあ、なるほどね。お前、すげえこと。特殊だなぁ。作ったことないけどな、俺。おもろ、それ。いや、すげえな。WeChatだよ。WeChatで。おかんとしかやりにくとってないから、WeChat。誰とも使ってないから。ちょっと癖ありすぎてびっくりしてる。癖あるけど、まあ、水餃子なんだ。水餃子。水餃子なんだね。やっぱ一番うまかった。なかなか美味しいっす。食いたいもん。だからさ、普通にさ、俺らの考え方的に餃子ってさ、まあ、餃子とライスみたいな、ああ、一緒に食うけど、出た出た、餃子論ね。餃子めっちゃ切れるんだよ。逆ね。だから餃子作って米炊いてないから一回切れたことあって、俺、餃子作って米炊かねえやつがどこにいんだって切れたら、何言ってんだ、本場では餃子だけで食うに決まってんだもん。食うの根も出ない。確かに、お前負けだもん。負けた。乾杯だもん。そう、初めて口論で負けたんだ。そうだっけ。うわー、なるほどね。そう、水餃子ときたか。水餃子でした。でも水餃子がさっきの戦いに入ってたら、うん、なお難航してたの。難航だった。マジ難航だった。また違うジャンルか。うわーってなるな。なるほど、国際色豊かなんだ。面白えや。面白えよ。耳たぶぐらい寝かせた。